北海道は明日にかけて雪が積もりそうです。まずは予想天気図から見ていきましょう。はい、今日ですけれども、はい、北海道寒冷前線が今日の午後通過していきます。この後ろ側強い寒気がありまして、これが一気に入ってくるんですよ。はい、この後冬型気圧配置に変わりますので、降水自体、続きまして、はい、雪のエリアがどんどん増えていきそうです。で、寒気の強さでご覧いただきますと、はい、ポイントはですね、このマイナス6度線がこの辺り伸びています。はい、これは上空平地の雨をですね、雪に変える目安なんですけれども、これがだんだんと北海道の広い範囲に降りてくるということになります。はい、特に東北はこのマイナス12度線、これかなり強い寒気でして、はい、北海道は広い範囲でこれ平地でも積もる可能性があるんですよ。はい、で、向こう24時間の積雪予想をご覧いただきますと、山沿い標高の高いところは10センチ以上、で、さらに濃い青色がこれ広く2センチ以上でして、はい、標高の高い峠道を中心に車の運転十分お気をつけいただきたいと思います。あと薄い青が、はい、2センチ未満なんですけれども、北海道に加えて東北北部でも内陸部を中心にうっすら積雪する可能性があります。こういった方面でも凍結要注意と言えそうです。はい、今後も路面状況の悪化にはお気をつけください。